テレビの名画劇場でジョンとメリーを見たよ。ダスティン・ホフマンが主演の行きずりの恋のお話さ。まるであの日の二人みたいで胸が熱くなって仕方がなかった。君にも二人も子供がいるなんて、僕の周りだけ時の流れが遅すぎる。君と一緒に見に行った卒業覚えているかい。花嫁を奪って逃げるラストシーンが心に染みたね。なのにあの日僕は教会で君を遠くから眺めてるだけだった。君にも二人も子供がいるなんて、僕の周りだけ時の流れが遅い。